大西拓也は、東京都出身の JAXA 宇宙飛行士。前職は旅客機パイロット。商工学院高等学校を経て1998年3月、東京大学工学部航空宇宙工学科を卒業後、全日本空輸に入社。全日空ではボーイング767型機の副操縦士として、国内線、国際線両方で運航に従事した。 2009年2月、宇宙航空研究開発機構第31期宇宙飛行士訓練生に選抜された。日本の宇宙飛行士はこれまで科学者、技術者で占められていたが、31期では船長になる人材を採用する意図をもって選抜が行われたため、最終選考には、ユイ・カメミヤ、エアー日本機長、海上保安官と4人の現役パイロットが残っていた。 結果として大西と油性に加え、第一補欠となった医師の金井選手ゲルが、訓練生入りを果たした。2011年7月、基礎訓練が終了し、JAXA 宇宙飛行士として認定された。同年10月、フロリダ州海底での NASA、極限環境ミッション運用訓練に参加。2013年11月、国際宇宙ステーション第48、49時、 長期滞在員に任命された。2016年7月7日10時36分、大西とロシアのアナトリー・イバニシン、アメリカのキャスリーン・ルビンズの3名を乗せた、ソユーズ MS-01 宇宙船は、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から、ソユーズロケットで打ち上げられ、所定の軌道に到達した。9日13時6分に、ISS にドッキング。 約4ヶ月滞在した後10月30日に帰還した。この際出身校の小工学院中学校、高等学校では生徒と校内のラムネホールで祝福通信や体制からのメッセージ配信が行われた。またその後体制は同校を訪問した。本人によると同校の後期を宇宙に持っていったようである。ありがとうございます。